の激しい表情であったり、首をかしげる松下のサーブに対応する表情であったり、随分といろんな表情を見せる、はい、ハオシュアイですが、さあそれでは前半戦、ここで改めて振り返りましょう。琉球アスティーダ対岡山リベッツの一戦になります。第一マッチは張本木造りのいわゆる国際大会優勝ペアに中国ペアのリ・イジェ・ハオ・シュアイが挑みます。いやこれはですね、戦前は、はい、かなりは、まあ、張本木造りやっぱ有利じゃないかなとは思っていました、はい、やっぱり攻撃力の違いというのもありますし、はい、まあ、ペアリングの長さも違いもありますしね、はい、ただ思った以上にこの張本と木造りが、はい、そのハオシュアイリイジェのペアの攻撃に対して対応力が高いというか、攻撃に対してやっぱり攻撃で対応していきますから、はい、でやっぱり、ゲームの展開もですね、2ゲーム目になってハオシュアイが張本に対して打つボールを打つと、やっぱそういう時に空いてるバックへボールを打ってるにもかかわらず、そこにも張本がいるというバックハンドも何本もあり、はい、おまけに最後 YG サービスをうまく効果的に使って、はい、やっぱりリージェをもうレシーブ混乱の巻きという感じでもう分からなくさせてましたね、はい、さすがですね、まあ、しっかりですからリージェとハオシュナイの中でリージェとハオシュナイを分断させたというところですよね。そうですね、まあ、そして今ご覧いただいているのが第2マッチの松下とハオシュアイです。ハオシュアイはまあですからこうダブルスから連続での出場になります。そうですね、これ、まあ、ストレートでハオシュアイ勝ちましたけれども、はい、やっぱり勝負の流れを決めたのは第一ゲームだったんじゃないかなと。10オールになりました、はい、やっぱそこでやっぱりサービスをもうちょっと会場のね、お子さんの泣き声だったりとかで、はい、ちょっと止めた時に、はい、YG に持ってきた松下、それをやっぱりチキータで狙いに行ってハオシュアイ1ゲームうまく先取できましたから、はい、それでやっぱり全体的なゲームメイクとしてはハオシュアイがこうちょっとこう流れをうまく自分の方に持っていく形っていうのが取れたんじゃないかなというふうに思いましたね。まあ本当